マッシモ、ミキ・ビアジオンは、イタリア・ベネト州バッサーのデルグナッパ出身のラリードライバー。1988年、1989年の世界ラリー選手権、ドライバーズチャンピオン。ビアジオンの親はイタリア語で、天使ミカエルを意味する、ミケーレと名付けるつもりだったが、祖父が役所に届けた名前がマッシモだったため、それが戸籍上の名前となった。 愛称のみきはその両親が考えた名前に橋を発してついたようだ。1980年にオペルアスコナに乗り WRC デビュー。1983年はランチアのセミワークスであるジョリークラブに加入し、ランチアラリー037に乗りイタリアラリー選手権とヨーロッパラリー選手権を制覇する。1986年には、 チェーザーレ・フィオリを率いるランチアワークスに昇格。デルタ S4 に乗り、ヘンリー・トイボネンの事故死という悲劇を乗り越え、アルゼンチンで WRC 初勝利を飾る。グループ A 以降後、ビアジオンは、名車、ランチやデルタシリーズを仮全世紀を迎える。1987年は、チームメイトのマルク・アレン、ユハ・カンクネンらと三つどもへのタイトル争いとなるが、6ポイント差で、 惜しくも関区年に敗れる。翌1988年はデルタ・インテグラーレに乗り、出場した7戦中5勝を挙げて、悲願の WRC タイトルを獲得する。1989年も、出場6戦中5勝を挙げ、タイトル連覇を達成。1990年は2勝するも、WRC 初の3連覇はならず、トヨタのカルロス・サインツが初タイトルを獲得した。 1991年は冷勝に終わり、チーム代表が、レーシング畑のジョルジョ・ピアンタに変わると、チーム首脳との関係が悪化。これによって、1992年は、長年在籍したランチアを離れ、フォードに移籍する。しかし、フランスの若手、フランソワ・デルクールを中心としたチーム運営に加え、チーフエンジニアのフィリップ・ドゥナビンをはじめ、役所退出と言われた。 独特のチーム運営が、ミキのフラストレーションを高め、なかなか思うような成績を出せなくなり、しまいには、チームの組織編成に伴いマシン開発も満足に、できない状況に陥り、結果、フォード時代に挙げた勝利は1993年のアクロポリスのみにとどまる。1995年、フォードが、ベルギーのプライベートチーム、RAS スポールに、 ワークス参戦委託を表明すると、RAS の生え抜きであったブルーのティリーに押し出される形でチームを離脱。これが実質的な WRC 引退となってしまった。WRC を離れた後は、イタリアのタイヤメーカー、ピレリの開発ドライバーを務めたほか、ラリーレードの三菱のワークスドライバーとして、ダカールラリーや UAE デザートチャレンジなどに参戦した。 1999年の UAE デザートチャレンジとチュニジアラリーではミオン部門で優勝している。ありがとうございます。